はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、略してーおこここということで、今回、黒さんに、一緒に動画を撮っていただきます。黒さんです。はい、よろしくお願いします。黒です。はい、今回Five Nights at Freddy の、一作目ということですけれども、簡単に説明したらどういうストーリーなんですか？まあ簡単に言うと、まあピザ屋のバイトをします、主人公がね。で、管理室から、はい、あの店内の様子をカメラとかを使って見ます。操作方法は、キーボードで、あ、キーボードじゃない、マウスで、カメラの設定位置があって、それを切り替えることによって、その設置された位置のカメラを覗き込むことができるというふうになってます。はい、なんですが、はいはい、電力というものが設定されていまして、カメラを見るのに電力を使うのと、あと実はこのバイトピザ屋なんですけれども、機械人形が置かれていて、その人形たちが夜中に動き出すっていうような、そういう設定が、はい、になってます。で、その人形たちはなぜかわからないけど主人公を殺しに来ます急に、そうそう、なんかね、はい、なんか使命感感じちゃうのかもしれんけど、で、まあもちろんその着ぐるみをかぶせに来るということはあれですよね、中に機械が入ってるのにそのまま頭にかぶせられるということは、あ、まあ頭がね、そうですね、ちょっとおジャムになっちゃうっていうことで、はい、まあで、はいはい、そいつらが管理室に寄ってくるのを阻止するためにカメラを見るみたいな感じですね。で、あと管理室の方に近づいてきたら、管理室には扉が設置されていまして、それを閉めて相手が入れないようになるわけですね。ああ、阻止できるわけ。はい。ただしそれをするのにも電力を使う。へー、はい、結構電力大事な役割。そう、電力がなくなってもゲームオーバー、かぶせられてもゲームオーバー。結構難しいって考えながらしないと。まあ考えながらね、ゲーム、まあ、しょっちゅうカメラ見よったら、アウト、まあ電力が切れてアウトになる。でまた入り口のところにライトがありまして、そのライトをつけないとそこに奴らがいるのかどうかっていうのが、あ、分からないよね、見えないですね。なのでそのライトをつけてもまた電力を使うみたいな感じになっておる。難しそうですね、なかなかね。はい、で今回そのクロさんと、ヤトの方2人で実況していくんですけれども、はいはい、基本的にどちらかが死んだら交代というふうにやっていきます。まあまずはヤトから。ああ、わかりました。行きます。先行で。はい、先行でちょっとね。どっちが勝つかっていうか、クリアできるか。まあ、はいはいはい、まあ、やっとはちょっとはやったことあるんですけど。ああ、そうなんですね。なかなかね。難しい。これ、ほんとマジこの。ビビる。超怖い。おまあ、やってみらんと。わかんないですね。まあ、でも見た感じも怖そうですけどね、なかなか結構鳥が俺嫌い。あ、そうなんですか。鳥じゃねえ、うさぎ。うさぎ、なんでそれは。いや、結構なんか怖えいや、あの可愛らしい顔から。いや、違う、まあね、いつもはね、あんない穏やかな感じですね。はい、じゃあやっていきます。はい、お願いします。ちょっと最初電話かなんかがうるさいと思いますけれども、まあその辺は我慢してください。で、まあ物語の詳しい話とかね、またおいおいというか、まあ調べられてください。まあ一応ゲーム実況で、まあ説明するのもいいかもしれんけど、まあね、セルフでセルフサービスになっております。じゃあやっていきまーす。お願いします。はい、第一話始まりました。こっからが始。
初めてなんでどんなもんかわからない、見させていただきます。はい、いきます。これがまあ管理室ですね、うん、はい、でここが電気ですね、うん、で折ったらここにブンって出てくる。おお。でこれでハッなってこれで閉める。電気をつけて折ったら閉める。そうだった気がする。俺も久しぶりやけ。でない。でこれがカメラですね。でここが私たちがいる管理室。でこうやって調べる。いろんな部屋を。この辺までキッチョンとちょっと警戒した方がいいかもしれない。周りに。そうそう。でここのあると思うんですけど、これが電力。この電力が 0% になると、まあ今3台、うん、3台ですね、うん、これが動く。そうそうそう。でこれウサギ、でこれ鳥、クマ、人形もまた怖い顔してる。マジよくこんな人形置こうと思ったな。いやね、あの普段はね、あの子供たちが多分キャキャいいよ。朝やったらまた雰囲気も違うかもね。夜とかやばいよね。怖え。臭かないけど、見た感じは。If they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. especially around the facial area. 可能性的には、そういう時期で終わる可能性もあるんですけど。そうそうそう。まあ、一夜はまあ大丈夫かな。まあ、まあ、まあ。うん。The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth that pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up.このボスで一人で、いや多分まだその主人公自体はそんな動き出す何かは多分知らない。ああそうだな、何も聞かされてないから。まあそんなん言いよったら来ないんですけど、多分バイト行こうと思わない。なかなかの難しい。あ、電話が終わったぞ。そろそろやつらが動き出す、動き出すか。まだいいね。まだ大丈夫。まだいいね。はい。最初に深夜2時になりました。最初にあのそこを人形がいるところを確認した方がいいよね。やっぱり。そうね。動き出したらね。怖い。しちゃうよね。にやっぱね、やっぱ ね動き出したらちょっと焦り出すもん。来るか来ないかみたいな。来るんだったら早く来てほしいけどね。じらされたらもう、まあ、このねドキドキ感ね、うんうん、もうねこんだけ確認してもう 63% 早い。今30。お、来た。おっとこれねコピーってなると動いてる、うん、ほらやばい、ほら来ました。
ウサギが。ウサギ来てるよ。え、早い。鳥もランクなった。待って待って待って。あ、おる。なんかおる。キチョン。やばいやばいやばい。せや見てるこっちの鳥。カメラ見れんけんね、こういう時。いや、ほんと。俺、マジクソビビリやけん。そう、カメラね、見切らんくなる。ここ、この辺でもう俺見切らんくなるけん。結構なイモリやと思う。ほんとはカメラ見らんといけんのやろうけどね。そうそう。もうそこしか動いてない。もう左右にしか動いてない。いやな、あの、こんなんやって、いや、そろそろカメラ見ようかなとか思って、パッと開いたら来ちゃったりするよな。出てくるパターンのやつね。そろそろなんか臭い、もう4時やし。なんか音したの？なんか足音が聞こえる？足跡じゃん、足音やね。いや、動揺しすぎ。動揺しすぎ。いや、分かるけどね。分かってる、分かってる、やってねえけんな、そうなんや。見てるこっちもなかなかの心拍数。おぉ、ビビったー。おぉ、おぉ、おぉ、なるほど。ほんと怖え。心臓がやられる、これ。おぉ、顔出してるよ。これ一回確認しないといけないの？いや、あれだって無駄に電力消費したくねえやん。ああ、開けるのもまた電力食らう。おっと？すごいよ、結構すごいよ。で、なんであのスタンバっちゃうのか分からん。もうあんな笑顔でスタンバってたらもう方にも行けないよね。不気味すぎて。怖えよ。23% しかない。そこに影があると来てる。おーい。一夜。まあ一夜。とりあえず。またポップな音声。イエーイ。さあ2夜目始まりました。もうね、もうどっと疲れるね。疲れるね。一夜でこんだけ疲れる。え、これ何夜まである？五夜。これは。やったはず。終わった後につけてるよね、多分。あの、しわしわな感じで。どちらさんですか？まだ動いてない。まだね。I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a
good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough,出た左右に動く。なんか近づいたら音がする。左右に揺さぶる。添付しようまだ来ない。向こうも分かってるのかな。揺さぶってる。やめやがって。おーっと。おい。先に出た鳥じゃなくて。先に来たよあいつ。後から来たウサギが。ちょっと右行こうとしつつ左に行くみたいなね。なんか落としちゃった。いや聞こえるね。もう怖えもう。うわーい。無理。ね。なるほどね。そう確かあれ。キツネかなんか。え、キツ、なんでキツネが出た今。あいつは あそこにしかおらんの、あのなんかステージじゃねえけどショーみたいな。で、あいつは確か、たまにあいつを見らんと、走ってくる。え、人形だけじゃなくて、あの3体の人形だけじゃなくて、他の人形も出てくるってこと？いや、あいつも人形。うんうんうん、狐も人形なんやけど、うん、狐だけはあそこにおるんよね。うんうんうん、それも見つつカメラも見らんといけんしドアも見らんといけん。待ってどこに止まる出ない。うん大丈夫かな。もまあおるんやけど、まあ合計4匹になるんかな。そうなるとウサギと鳥とクマとキツネで、その3体は確か動くだったと思う。でキツネはあの場所から基本的には動かんないけど、カメラであいつがおる場所をちょくちょく見らんとその間に走ってくる。でなんかカメラを切り替えよったら走ってくる姿が見える。もうその時に紙面とカメラ速攻で閉じて紙面と、もうさっきみたいに「とか言って横から出てくる。キツネ、あステージのところに俺たな。そうそうそう、やけんあのキツネのところはちょくちょく見らんといけん。怖くても、うん、その間に来るかもしれんけど、うん、キツネがおるところは見らんといけん。
まあとりあえず一回ねここで切ろうか、まずはね、ちょっと鼻水で緊張感が ねすごいからね、はい、次回は黒さんになっております。頑張ります今のでも結構やばかったけどね、あの結構なみちょかは楽しい、そのビビり具合を見るのが、けどやっちょんかは結構怖いまた違う怖さがあるな、そうそう、見てる方と。ではまあ今回はこれで終わりたいと思います。はい、はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。